今までどういうふうに決めてたかなっていうのを振り返っていただけると、自分の考え方や行動の方向性っていうところが見えてくるかと思います。眼科医の平松です。今日は病気で心配な方に、大丈夫だよとか、その考え方とかについてのお話をできればなっていうふうに思います。病気になると、なんでこんなになっちゃうんだろう。だって自分がなりたくてなったわけじゃないのにっていうことの方が多いと思います。もちろんなんかね、自分がやっちゃって怪我したとか、そういうふうになって病気になってるとかね、それに近い状態になってる方もいるけど、多くの方は、特に何の理由もなく、もちろん遺伝子とか菌糸とかいろいろ理由はあるけども、これがっていうこともなく病気になってしまうんですね。実際過去に起きたこと、そして自分の置かれてる環境って大抵はもちろん自分で選んだものもあるんだけど、勝手にそういう状況に放り込まれた状態っていう感じなのかなと思います。だからそうなった自分を、いや自分の家族とか周りを責めないでほしいなと思いますね。あなたは決して悪くない、あなたが悪いからそうなったとか、こうしちゃったからこうなったって結構過去を悔やむ人がいるんですよ。あの時あんなに仕事をしなければ、あの時あんなに無理をしなければ、あの時あんなに目を使わなければよかったのにって言って過去を悔やんでしまう方がいます。もちろん私もいろんな動画の中で、目を使いすぎると良くないですよ、休めた方がいいですよ、よく寝た方がいいですよってお話はしてます。でもそれはあなたの過去を責めたいわけでは全くないんですよ。それは全然関係ない。そうじゃなくて、こっから先やれることのことでお話ししてるんですよ。だからあまり過去の自分を責めないでほしいんですね。昔こんなことしなければっていうふうに思って、なんていうかな、後悔してしまうことは非常にもったいないですよ。だからこそ、その時、そういうふうに判断したことが、良くなかった部分もあるかもしれないけど、それはそれとして今後に生かそうっていう感じで思っていただければと思います。で、そうした中で今現在の自分の病気や今現在の自分の状態に向き合っていくっていう状態だと思います。残念ながら人間というのは有限です。人生寿命も有限であるし、できることも有限です。例えば無限にお金があるわけじゃないし、無限に目をよくできるわけではないし、治せる病気、そうでない病気もあるわけですよね。その中で、人生今までいろんな選択肢をしてきたと思います。そうやって無理に放り込まれた状況の中で、それは目のことだけじゃなくて、例えばそうですね、嫌なコミュニティ、嫌な仕事、嫌な上司、嫌な友達、いろんなところに放り込まれる時があると思います。そんな時に今までどういうふうに決めてたかなっていうのを振り返っていただけると、自分の考え方や行動の方向性っていうところが見えてくるかと思います。そしてそれはそれを直せとかそういうんじゃなくて、それが分かっていると、自分ってその方向に向かうんだなって分かりやすい。例えば嫌な人がいた場合、逃げてなるべくコミュニケーション取らないようにする。別にそれも悪くないよね。とか嫌な人がいたらその人に面と向かって、こうだから私は正しくないと思うって言って、強く言うと。もちろんそれは軋轢を生むこともあるけれども、そういうやり方も、一つの方法ではあるわけですね。そういうのが分かってくると、それは病気じゃないことでもね、いろんなことがあって、それが分かってくると、病気でそう同じような状況になった時に、こういう向き合い方が私なりにやりやすいんだなっていうのが見えてくると思うんですよ。病気で今こうなってるのは初めての経験かもしれない。でも同じように嫌な場面、ピンチの場面になってることって、人生どっかではあるわけですよね。その方向性を分かっていただけると、それと同じことをしろとは言ってないよ。で、あの時あんなことしなければって思ってるかもしれないじゃないですか。例えばすごく強くその人に言ったけど、結果いろいろトラブルになっちゃって、あんまり余計なこと言わない方が良かったのかなとかって思うこともあるよね。僕とかで言うと、子供の頃って掃除してない人に結構注意したりとか、するようなタイプだったのよ。学級員的な感じでね。今思うと
まあ、それ余計なトラブル生んでたなとかって思うところもあるわけなのよ、うん、で結果としてそのうちあんまり何も言わなくなるし、まあ、自分でやってなんか黙ってみたいな感じになってって感じの方向性かなっていう風になったりとかしてた。でそれが自分の人生の変遷としてあるし、まあ、その中で嫌なことにぶち当たった時に、まあ、同じように向かっていくこともあれば、まあ避けることもあれば、まあ、それは あの時あだったなとか分かるとその時の気持ちとか感情が思い出されるので、まあ、嫌なことは無理に思い出さなくていいんだけど、それが分かっとくと病気との向き合い方っていうのも、まあ、ちょっと決めやすいかなというふうに思います。そうやってやっていく中でなんで心配になってしまうか嫌になってしまうか、今現状の目の前のことで精一杯になってしまうんですよ。それはあなたが精一杯頑張ってるからっていうところでもあるわけですよ。例えば何も考えないでぼーっとしてれば別に今のことに悩まないし、精一杯で考えたり心配になったりすることはない。だって精一杯考えないからね。なんだけども、まあ、現状あなたは精一杯に生きていて精一杯に病気のことも考えて、まあそれ以外のこともかもしれないけどね、それはいいことだと思います。一方で精一杯に向き合っても選択肢は一つしか取れないし、昔自分がやった選択肢を思い出してほしいんです。それも良かったなって思うこともあれば、あんなことしなければなとか恥ずかしい思い出とかってもあるじゃないですか、うん、あの時あんなことしなければみたいな、なんかこう後から考えるとこっぱずかしいみたいな、うん、例えば僕だと昔虫とか集めるの好きだったりして、なんかこう他の人に虫あげたりしてて、よく考えると虫嫌いな人もいたなみたいなね、絶対それで嫌われてるところもあっただろうなとかって思ったりして、当時はねあまりそんな考えなくて虫いいよねみたいな感じでやってる時があって、うん、だからそれはね、うん、今考えるとちょっとどうかな、まあもうちっちゃい頃だよ本当に、うん、だからそういうこともあったりしてということがある。あなたもそうやって昔のことを考えながら今の選択肢を選んでいくと、まあ、ちょっと迷いづらいし、まあ、選択をしやすくなってくれるのかなというふうに思います。そこで分かっておいてほしいこととしては、残念ながら今一生懸命考えてるしいろんなことをしてると思う。でも後から振り返ってやっぱり違う選択肢が良かったな、やっぱりこの方が良かったなってことは正直言ってあり得る。なんだけどもうそれはもう今一生懸命考えた結果なんだからしょうがないと思った方がいいです、うん、人生すべてが完璧な選択肢を選択しながら完璧になんていうかな人生を乗りこなすなんて土台無理な話なんですよ。ある程度はつまずきながら、ある程度はちょっと違ったなって思いながら、まあ、人生を選んでいくことがあると思う。それは、まあ、主治医を選ぶとか治療の選択肢、手術をするとかしないとかも含めて、はたまたそう、ね、家族に言うとか言わないとか、職場のみんなに言うとか言わないとか、ああ言わなきゃよかったなとか、あ言っときゃよかったなとかあると思います。なんだけどももうしょうがない、一回やっちゃったものをね、言ったものを言わなかったことにするとかできないわけだ。だからあの時自分が考えたんだから、それはそれで一つの正解だったって思ってほしいんですよ。すごく真面目に考えてしまうあなただからこそ、やったことがまあちょっと思わしくない経過だと思った場合、すごく自分を責めてしまうことがあります。でも、まあ、それは人に言うとかそれも含めてね、それはね一生懸命考えた結果だからしょうがないんだよね。もっと言うと、じゃあその時言わなかったらもっと良かったかっていうと、もっとトラブルになってたかもしれないんですよ。残念ながらそっちの選択肢は取れないんで、今はあなたがやったことは全て正しかった、正しかった、全てその選択肢を選ぶのはしょうがなかった、うん、しよく考えた結果だからあまり後悔しないでほしいと思います。なぜかというと、目を良くするのは人生を良くするためなんです。日々、
あの時過ごしてればと後悔せずちょっと生きてほしいなと思うので、まあ、こんな感じのお話をさせていただきました。他でもね、いろんな動画、ね、楽しい動画とか、いろいろあります。そんな笑える動画もないけど、いろいろアップしていきますんで、まあ、ぜひぜひ、他の動画も見ていただければと思います。よろしくお願いします。